こんにちは、チーフのミラです。5月21日、本日のフロンティア TV を始めます。今日は FC 東京日本代表ディフェンダーでもおなじみ、森重正人さんなどの誕生日ですね。今日誕生日という方はおめでとうございます。さて、本日は新着賃貸物件3件入ってきておりますので、そちらをご紹介させていただきます。はい、ホームページツイートのところですね。5月21日、富士吉田市下吉田の 1K 46,000円、こちらアドミラブルという物件で1階のタイプもあったんですけど、2階が出たという形ですね。もう一つ富士吉田市上吉田の 1K、 こちらも 1K ですね。48,000円のもの一つ見てみましょう。押野村下草 2DK アンビエンテ B という物件でして、はい、こちら押野富士山眺望抜群ですよね。こちらのですね、1階 2DK タイプのこちらのタイプですね。はい、1階は床下収納もついてますね。追い炊き、バス、エアコン、シャンプードレッサー、テレビ電話などの設備も共通してございますね。24時間受付コールセンターもあり安心です。はい、まあこちら書いてあるですね、こう静かに暮らせそうな地域になりまして、逆にちょっとお店がないんでですね、なんか車なんかあれば問題ないんじゃないかなと思いますね。はい、自然に囲まれた中で暮らす、リラックスした生活を送れます。はい、こちらの物件あまりこうお店ないですよね。はい、こちらの103号室が7月の中旬からですね、入居可能になっておりますので、気になった方はですね、動画等参考にしていただければと思います。はい、では本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。